オリコンスタイルをご覧の皆様、こんにちは、長澤まさみです。夏だったんで行けたんですよ。これがなんかこの時期とかだったら死んでましたね。目とかも絶対開かないです絶対開かないですね。いや逆に楽でしたね。なんか本当自分であんまり気を使わないように心がけてました。髪型も洋服もあのメイクも、もうみんなの兄貴ですね。なんか私が疲れて見えるのか知らないけど、なんか酸素を吸引しながら寝るほんでっかい機械も現場に持ってきてて、これいいよって貸してくれたりとか、それみんなにやってたんで、みんなにこう優しくこれいいよって勧めてくれて、本当に面倒見がいい方なんだなって思いましたね。染谷くんはもう本当、まあ、イメージ通りっていうかひょうひょうとしてるというか、かといってでもたまにボソッというなんか、言葉が面白くて、割とジョークが効く人ですね。本当初めはダメダメなんですけど、ちゃんと成長していくんですよね。人が変わるときに、誰かが人を変えようと思っても変わらないと思うんですよ。周りの言葉なんて心に響いたとしても、それがきっかけで変わるっていうことはできないなと思います。本質的にやっぱり自分がこう行動したいって思わない限り、人が変わることっていうのはないと思うから、それがちゃんとできるのが勝機。結構男勝りや、本当もう男みたいな本当の人のイメージですね。スタントなんか先生っていうか女性の方がめっちゃ男らしい人だったんで、そのイメージになっちゃってるんですけど、近藤芳正さんの役とか可愛いですよね。なんとかだよみたいな感じの喋り方とかがほっこり系で可愛いですね。台湾ドラマは普通にオファーをいただいたんですけど、台湾ドラマに出たのがきっかけでジョンさん作品に出て、私は本当に恵まれてるしラッキーだったんですけど、それこそ勇気じゃないけど、自分が変わることをしないと周りも変わってこないっていうか、状況をどういい方に持っていくかとか、どんな風に過ごしたいかとか、どんな風に生きていきたいとか、どういう仕事したいかとかっていうのは全部自分がどういう風に変われるかかなと思ってて、自分を持つことは大事だけど、その場所に合う自分でいるっていうのはすごく大切だなって思いました。周りがこういう風なのやってみたらいいんじゃないかなって言ってくれることもあるし、やっぱり人の意見も聞き入れていきたいし、でもまあやりたい仕事も私にもあって、この監督とやりたいなっていうのはいくつかあります。全然叶わないんですけど、その中で矢口さんは一つ叶った人、うちの一つですね。私昔矢口さんの作品のオーディションに行って落ちたことがあって、その後にアカデミー賞っていうか映画祭で会って、隣の席だったんですよ。で久しぶりに会った時に、私が監督にオーディションの時はどう思って言ったらしいんですよ。それこのサバサバ感が良くて今回の役だと思ってオファーをくれたらしくて、この間のなんかオーディションの時はもうありがとうございましたみたいなことを言いたかったんだと思うんですけど、私子供だったし全部10代とかだったんで、多分そんな気が回る言葉預かって喋れる年齢でもなかったんで、普通にオーディションの時はどう思って言っていたらしいです。それが面白かったらしくて、エミさんも取材で話しまくってるんで言ってました。私もう自分の過去のことながら、結構面白いな自分ってちょっと思いました。自分に言いました。